はようございます、こんにちは、こんばんは、俊平太と申します。今回はこちら、レノボの 120W の AC アダプターを入手しました。前回まで修理していた G-Tune のノートパソコンに使うために購入したんですけども、こちら先端部分ですね、パソコンにつける側のコネクターの端子が違うので、こちらを改造していきたいと思います。もちろんワット数とかボルト数とかはきちんと適合したものを選んでいます。では実際に作業していきましょう。どうぞ。とりあえずニッパーで削っていきます。余分なとこまで切れちゃった。まあでもこれでパターンが分かるので、まあこれで大丈夫ですかね。外がこの外側っていうか、この外周の部分はここで、中の芯の部分ですねが白い線のものみたいです。ただこれ熱収縮チューブを使ってるんで、まあ、熱収縮チューブを手に入れていきましょうかね。こんな感じです。こちらが 5.5mm×2.5mm のペラグになります。これ横から開けるタイプなので、この爪を外して開けます。で AC のここに入れてきます。余分なものとこ切っちゃいましょう。入るのかな、これ結構ギリだ。ちょっと引っかかっちゃって入りづらいですね。そうしたらこちらですね、ダイソーで買ったこちらの熱収縮チューブを使います。長さいらないかな。余分な部分をカットしときます。で皮膚を剥ぎます。この辺はカッターとかの方が剥ぎやすいですかね。こんなもんでいいですかね。
では先に取り付け位置にハンダを塗っときます。ちょっと多すぎた。まあ、こんなもんでしょう。パッチ熱収縮チューブいらないかな。こっちも余分な部分は切っておきます。大丈夫かな。あんまりまとまりがないんでちょっとだけハンダ足します。まあこんな感じで大丈夫でしょう。そしたら入らないから。ちょっと熱圧着が、もう熱収縮が始まっちゃってダメそうですね。まあ、しょうがないか。まあ干渉しなさそうなんで多分大丈夫だとは思うんですけど。そしたら、よし、こんな感じですかね。あ、ちょっとずれてた。こんな感じですかね。まあ、できればどうしようかな。なんかグルガンとかで固定しちゃってでもいいような気もするんですけど、固定しようかな。まあ、大丈夫そうですかね。とりあえずこれでいきますか。よし、こんな感じでいいでしょう。さてAC アダプターをつけて動作確認していきたいと思います。さてどうかな。出ないか。 AC アダプターではありませんでしたね。だとするとどこになるのかな。一応外部出力も試してみるか。やっぱりダメそうですね。何が悪いんだろうな。やっぱ CPU か
GPU ですかね。ん？ここが点滅してるな。なんだろう。